二人で犬の散歩をすれば結婚、確実。黒島ケツナと宮沢ヒューオの交際の今後を占うペットと焼肉と岩盤力は親密度の、バロメーター芸能リポーター長ぶっちゃけ芸能座談会3月14日発売の女性自身、公文社、が女優の黒島ケツナと俳優の宮沢ヒューオの真剣交際について報じた。二人の交際の今後について、 芸能取材のいも甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。簡単不近く、チムドンドンの夫婦役、交際報道の真実は芸能評論家さん杉、ぎ、たけしさん、杉 NHK 連続テレビ小説、チムドンドンで夫婦役だったお二人なんですけども、撮影を経て進行を深めた二人がクランクアップの2ヶ月後、 共通の知人であるアンズさんの家で遊びに行く様子などをスクープされているということで。これ確か、安倍さん、以前、宮沢さんの会見に行かれてましたよね。芸能リポーター安倍かすみ、以下安倍、大好き。大好き。綺麗よこの人は。一度、やっぱり同じように。女性自身ですよね。アンズさんの家の帰りにまた取られていて。 それが、また、昔の写真を使ってっていうような記事だったんですよ。一回目ね。その時の対応は、もう何言ってんのみたいな感じで、そんなのネタに取り上げるんですかみたいな感じだったんですけど、今回は犬の散歩、お泊りしているところ、という風にしっかり取られているんですよね。なので、どういうリアクションをするのかなと思ったら、プライベートは本人に任せています。 でトーンが変わりました。もう取られているんだもの。犬の散歩でしょ。犬の散歩を取られて結婚したカップルってどれだけいるか、大事に思っているペットちゃんも相手に抱いているっていうところじゃないですか。それだけ長い時間二人は一緒にいるってことでしょ。だから、もう結婚に行くケース。それこそ、アンズさんと東出さんも別れてしまいましたけれども、 犬の散歩だったじゃないですか。二人で。芸能ジャーナリスト佐々木博之以下佐々木、東出さんのところも保護犬で、黒島さんも保護犬なんですよね。付き合っているのは間違いないあ、ベタだ彼はまだまだ世界を目指していく俳優さんです。過ぎ、黒島さんもまだお若いし。佐々木、あの時の東出さんとアンズさんのような結婚とまではいかないんでしょうけど。 そういうのもあって、あまり盛り上がらなかったのかな。安倍、あの佐々木さんのよく知る、フライデイ、さんに、何かあったんですかって、やらないんですかやろうかなと思ったらやられちゃったって言ってました。佐々木、そうそう、やっぱり垂れ込み、目撃情報がめちゃくちゃあった。安倍、だって変装してないもんこの二人。佐々木、変装してても、黒島さんはわかっちゃってた。安倍、 わかるわかる。ヒーオさんもわかる。佐々木、周りでは、犬の散歩っていつもしてて、散歩コースの人たちはみんな知ってるから。それで、二人で歩いてると、あの人吸いみたいになっちゃうじゃないですか。阿部かわいいし、かっこいいしね。やっぱり目立って、そんなにどっぷり隠してますじゃないから、わかる。佐々木、朝ドラ出てたから、知らない人はいないでしょ。そういうので言うと、 昔からこの二人は付き合ってるなっていう判断はどうするかっていうので、梨本まささんという偉大なレポーターの人が最初に唱えたのが焼肉デートだったんです。焼肉を二人で食べてれば絶対二人は交際してる。ペットと焼肉と岩盤浴は親密度のバロメーター、タレント石岡舞、理解しようか、え焼肉は結構誰とでも食べますよ。佐々木、今羽 あと鍋その後で、岩盤浴デートっていうのが、石岡、あ、岩盤浴の方が、三杉、岩盤浴は、確かにカップルっぽいですね。佐々木、その間ぐらいに犬の散歩があった。阿部犬の散歩は確実に。佐々木、うさぎデートもありますね。阿部福山、正春、三、福山さんのところでしょ。石岡、うさぎの三と、阿部 散歩はしてないです。ギを持ってお家に行く。佐々木、ところが福山さんってすっごい潔平気象で綺麗にしているから、そこにギを入れたら大変だよ。毛が抜けるんですよ。阿部、ウサギも抜けるの佐々木、めっちゃ抜けるんですよ。ギを入れたってことは、これはもう相当深いかな。三杉、面白いですね。阿部 <laughs>、東マックス、東高博。 と、安めぐみちゃんのところもウサギなんですよ。佐々木、ウサギって素晴らしいのは匂いがない。普通にすぐ取れるから、乾燥しているからうんちも。で、懐くんですよ。呼べば来るし、ちゃんとトイレでおしっこもするし。石岡、そうなんですか。佐々木、うち11年飼ってたんです。長寿のウサギで。3過ぎ11年、長いですね。 犬とかギの花って面白いですよね。あべ、ペットはやっぱり大事みたいですよ。もはや隠す気もゼロ二人の今後の動向から目が離せない。